はい、ということで北田先生第一アリアスの盆踊り終わりましたね。ありがとうございました。お疲れ様でした。多分北田さんにとっても僕にとっても最後の盆踊りになりますかね。そうですね、最後ですね。求めていかなければもうね、はい、で、今ですね盆踊りが終わったんですけど、北田さんの生徒たちが大きなゴミ袋を持ってゴミ拾いしてるんですよね、あちら。投げちゃダメだよ。ちょっと感じで、ちょっと生徒たちの自慢してください。紹介して。いつもやってるんですけど、はい、ここはアリアンサ青年の子たちなんですけど、14歳からもう人がいないから青年という形で、はい、青年の活動に参加します。はいはい、で、はい、青年の子たちは盆踊りの時はガルソンをやって、はい、あの準備から片付けまで。そうですね、上とうどんを持ったりと、もっとしてましたね。そういう仕事をしてましたね。運んでったりいろいろやってるんですけど、はい、この子たちがやっぱり何よりもアリアさんの力となってね、はい、やってくれてるので、まあ大人も楽にできるというか、はいはいはい、子供13歳14歳ぐらいからすごくね、一生懸命うどん会とかも一生懸命ガルソンやってくれてるんで、はい、僕的にはご褒美をあげたいんですけど、はい、なかなかそういうのは出ないので、今後出てくれるといいなと僕はいつも思ってます。すごいやっぱ中学生の年頃で遊びたい割には結構一生懸命働いてくれるので、はい、ありがたいなと。ありがとうございます。ちょっと最後これどんな感じで、はい、ちゃんと働いてるとこ見せて、ちゃんと働いてる。これサンパウロ森京 出るよ。あ、高橋がたくさんゴミ拾いましたか。はい、はい、お、ベッドたくさんゴミ拾った。はい、たくさん、ね、ゴミ拾いました。疲れた。これは北田さんの、教え子の中で一番優秀な一番優秀な悪い子ね。一番頭いいね。何こいつ、何こいつ。こんな感じで、でも一番勉強頑張りました、ね、そうよ、一番日本語できるね。なんで日本語を知ってるの、こんな話。どうやって日本語を勉強してるの。わからない。いい先生がいるからだよね。誰先生の名前何。ざわざわ。先生はざわざわだから僕が上手。北が上手。日本語です。日本語。はい、ありがとうございました北田さん。本当に素晴らしい生徒さんばかりですね。ぜひ遊びに来てください。素晴らしいかわからないけど面白いことあるので、ぜひ遊びに来てください。わかりました、ありがとうございます。待ってまーす。はい、ありがとうございます。おはようございます。じゃあ